はい、こんにちは、木村です。今回はですね、フランスのロワール地方の方に来ています。ここではですね、フランスで一番大きいシャンポール地方、そこを見に行ったりとか、あとちょっと足を伸ばして、日本でも有名なモンサンミッシェル、そちらの方に行ってみますので、また動画を配信したいと思います。ではでは。
動画をご覧いただき本当にありがとうございます。このチャンネルでは私木村が時間的にも場所的にも精神的にも自由な生活を手に入れた秘訣についてお伝えしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。